少し梵天の髪型をしている青色の羽の子。この子お兄ちゃんと呼んでいます。なぜお兄ちゃんと呼んでいるかというと、すがったばかりの小さな子を見つけると寄り添ってくれて一緒に遊んでくれたのでした。その姿からお兄ちゃんと呼ぶようになりました。そのお兄ちゃんは大好きな女の子がいました。お兄ちゃんが猛アピールして付き合い始めたのでしたが、半年前に最愛の彼女が天国に旅立ったのでした。しばらくの間お兄ちゃんは一人でいるようになったのですが、みんなが声をかけてくれて少しずつ元気になっていきました。そしてお兄ちゃんに転機が訪れたのです。それは好きな女の子ができたのでした。女の子はとても気が強く、他の子と喧嘩をする子でした。お兄ちゃんはそんな気が強いところに惹かれたのかもしれません。お兄ちゃんと彼女はすぐに新居を見つけました。お兄ちゃんは彼女のサポートをしました。彼女はお兄ちゃんを頼っていました。こうしてお互いに支え合いながら幸せな日々を送ったのでした。このまま順調に愛を育むかと思われましたが、2話の間に割り込んでくる若い男の子が現れたのです。男の子はお兄ちゃんの彼女に猛アピールしました。彼女が男の子のことを相手にしないでいると、男の子は巣に居座ってしまいました。お兄ちゃんが来ても追い払われました。幸せな日々を送っていたのに庭の中を裂かれてしまいました。気の強い彼女は相当怒っているみたいです。困ったお兄ちゃんはみんなにアドバイスをもらい行動に出ました。それは男の子と話し合いをしたのです。最初は話を聞いてくれなかったのですが、お兄ちゃんは根気強く説得しました。時間がかかるかもしれないけど、お兄ちゃんは頑張ります。彼女と幸せな日々を送るために